オーティス・クレイは、米国のソウルシンガー。1970年代にハイレコードより、トライングツー・ライブ・マイ・ライフ・ウィズ・アウト・いうなどのヒットを生んだ。ゴスペル畑出身の経験に、裏打ちされた、力強く、表現力豊かな歌唱法で人気を得、ディープ・ソウル、シカゴ・ソウルの代表的な歌手の一人として知られる。クレイは、ミシシッピ州ワックス法に生まれた。当初は、 ゴスペルシンガーとして活動を開始する。モーニング・グローリーズ、クリスチャントラベラーズといったグループで経験を積んだ後、1957年にシカゴへ移住。シカゴでは、ピルグリム・ハーモナイザーズ、センセーショナル・ナイティングエールス、ゴスペル・ソング・バーズなどのゴスペルグループに参加した。1965年、クレイはソウル・ミュージックへ転向し、ワンダーフル、レコードと契約。 1967年には同レーベルからのザッツ・ハウイット・イーズが R&B チャートの34位を記録するヒットとなった。1968年、ワンダーフルからコティリオン移籍。フェイムレコードのリック・ホールをプロデューサーに迎え、サーダ・グラス・クイーンテッドのカバーシーズ・アバウト、A ・ムーバーをレコーディングした。同年、クレイはハイレコードのウィリー・ミッチェルと出会い、 彼のキャリアのピーク期とも言えるハイ時代が始まった。ハイでは1972年にトライングツーライブマイライフウィズアウトユーが自己最高の R&B チャート24位を記録したのをはじめプレシャスプレシャスなど彼の代表的なレパートリーとなる作品を残した。1975年、クレイはシカゴで自己のレーベルエコーレコードを設立。1978年には OV ライトの代打という形で初来日を果たした。この時のライブがレコード化され、日本での人気定着にきっかけとなった。1983年の来日公演もレコード化されており、ここではサザンオールスターズの愛しのエディが取り上げられている。1980年代以降はブルーズアイブルース、ブラインドピックといったレーベルから作品をリリースしており、 2006年にはジャパンブルースソウルカーニバルのヘッドライナーを務めるなど活躍を続けている。2016年1月8日、心臓発作のため急性。去年73。ありがとうございます。